現場会長との間で、そういったことをやっていきたいなと、自民党とも政策対話をやっていきたいというふうに申し出がありましたので、これも大いに歓迎。 夏季フォーラム終了後に会見した米倉会長は民主・自民両党だけでなくみんなの党などにも政策対話を呼びかけたいとの考えを示しました税財政改革などの議論を超党派で早期に進めるため経団連としても与野党の協調を促す考えです また、夏季フォーラムを欠席した菅総理から直接連絡を受けたことを紹介し経団連と民主党政権との信頼関係ができつつあるという認識を示しました。